一番人気メニュー名物煮込みうどんご飯キムチセット来ました。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも店京都アッキーです。ああ今日も火曜日木曜日限定のバンライアキーちゃん営業、昼営業終わりました。疲れた、次は夜営業17時からということで、ちょっと時間あるんでどっか飯食いに行こうかね。動画撮らんとあかんしね。はい、ちょっとブラブラして考えたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。君たちは知ってるだろうか、実はここのパチンコ屋に韓国料理のお店があるんですよ。前から行こうと思ってたけど行けてなかったお店。うまいらしいよ、ここの韓国料理うまいらしいよ。僕の知り合いもここのパチンコ屋の社員の方がいて、うまいっていう風に聞いてるんで行ってくるよ。いやパチンコはやめたけどやってきたよ。はい、オメガです。ここの韓国食堂がうまいらしい。書いてあるやろ、オモニの力共用駐車場。来ました、パチンコ屋グルメ、オモニの力うまそうな。おー、うまそうな名物煮込みうどん。おー、焼肉丼とかもある。何代も、何代もの焼肉弁当。一番人気これか、行ってみよう。っていう、まあ、女性の方が多かったんで、水セルフ駅海津大地関東空港線に渡っています。いいね、この赤いの、この赤いの。いやー、ここうまいって言って聞いてて前から来たかったんですけど、こんなうまそうなメニューがあるんですね。何台もやってんのかな、多分そうやと思います。僕の知り合いの方がうまい言ってたんで、はい。おお、今日はこれやな、名物味噌煮込みうどんのキムチセット、これを。もうこんな定食とかまであるやつ。おお、パチンコはもう食堂やな。パチンコはもうほんま、こんなドリンクとかもありますし。洋食もあんねやな。持ち帰りまで、パチンコ屋で買ったらぜひ晩ご飯に持ち帰りしてください。最高やなこれ。中古でやってきました。六地蔵のオメガの中にあるオモニの力っていうね、名物味噌煮込みうどんのお店、何代もやってるお店ですね。やってきましたよ。何代もやってるって知らなかった。ほんでこのオメガにね、社員で勤めてる方がちょっと知り合いで、昔から美味しいよって聞いてたんですけども、はい、やっと来れましたね。ほんでまたここのお店に来たら、お店の店員の方が知り合いでした。知っててくれました。世間は狭いです。ということで今日は名物の名物煮込みうどん食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ来ましたよ、店長おすすめの一番人気メニュー名物煮込みうどんご飯キムチセット。来ました、ご飯山盛りやな、結構ボリュームあるな。絶対何代もやってんだったらうまいやろ、これ間違いないやろ。キムチも本場ですよ。いやー、うどんもうまそうですよ。なんかいい香りしてるわ、ふわーんと。来ました、煮込みうどん。うまみの油がすごいな。あ、どんな味なの、ボリューム満点やな。食らっていくぞ。
パチンコ屋言うて話取ったらあきませんよ。もう六地蔵近辺も結構食べるもんあるんでね、全部制覇しますよ。でも皆さん万来に来てください。はい。じゃあ食らっていきます。うまうま。チゲ風やけど結構甘口で、すき焼きみたいな感じもするね。うまピリ辛。ホルモンが結構入ってて、それのねエキスが出て美味しいわ。なんかホルモン煮込み食うてるみたいでビールが欲しくなる。いやもう早速辛口にしていきますわ。これは一味合うで、これはもう辛口でいかなあかんぞ。ほらもうむちゃくちゃかけてもいいと思う。いいね、煮込みレッドです。うわやばいよこれは、これはかなりやばいよ。卵もこれ半熟なんかいいなこれ、もっと早く来たらよかったな。パチンコ屋グルメも侮れない。さあ麺からいくよ。見てホルモン、ホルモン、ホルモン入ってんねこれ。あんまり夜営業まで時間ないから、食いすぎたらまた体重くなるし、これぐらいだったら大丈夫か。うまそう、透き通ってるうどんが。いくぞ麺バゲンジャけど、ツルツルの喉越しのいいうどんでもうカマキリ飲み込んでしまったよこれ。丸飲みや、パクってしまった。もう一つ、もう一つ、これ丸飲みできるで。これこれ唐辛子韓国のやつしかならないわ、全然からない。キムチもうまっ、ご飯山盛りや、こんないっぱい食えへんじゃん。もう本格的やわ、いけるでこれ。このうどんはいけるね。ほんまにツルツル。もう自然と丸飲みしてしまう。ここまでトロトロの、ここまでツルツルのうどん初めて食うだわ。ほんまツルツル。でこの筋がたっぷり、これ多分長いこと煮込まれてると思うけど、これはうまいね。煮込みやな、筋煮込み。でもキムチも入れるわ。抜群ですな、抜群。おいしいわ。じゃあこいつをどうやっていただこうかね。潰しきったらこれスープ全部飲めへんし、結構もうスープというかタレなんで、ちょっとこの辺でこう割って、でこううどんを絡めるような形で、うまやろう、まやろ、これでいこう。すき焼きみたいな感じの甘さし、卵の卵黄がむちゃくちゃ合う。
ち込んでる、またスープ全部飲んでら、血圧上がるさかい、こっちにこういくわ、ご飯に、ご飯に、これは絶対うまい、絶対うまい。ご飯に合うわけないわ。ボリューム満点。体抜き持ったというかもう暑すぎるわ、寒い、まあ、発汗作用がすごい。最近太りすぎなのか知らんけどよう汗かくわいやパチンコや思って穴取ったけど本格的ですね、まあ、またいろんな定食とかあるんでバンダイヤ来てる間はまた来るかもしれない、はい、いや美味しかった、大満足、ごちそうでした。うまかった、うまかった、最後でした、ごちそうさまでした。はい、もう汗だくなんで、うどん食で汗だくなんでユニフォームに着替えましたけど、いや本格的なチゲ風の甘口のうどんでむちゃくちゃうまかったですね。ボリュームも満点で言うことだし、ほんで店員さんのお姉さんが僕のことを知っててくださいまして、はい、もう共通の知り合いの方の知り合いみたいな感じで、はい、びっくりしました。むちゃくちゃ綺麗な方でしたね。いや、また来たいですね。はい。いや、こういう形で、ね、はい、火曜日、木曜日は、石田万来屋入ってまして、昼夜営業やってるんで、なかなかもう動画撮れないですけども、休憩時間に撮りに行くチャンスがありますんで、山品、六地蔵、第五、そのあたりで、ここはうまいし、ぜひ行ってくれ。もしくは、うちのお店に食べに来てくれという方がいらっしゃいましたら、ぜひ何かメッセージしてください。 Facebook でも Instagram でも、はい、YouTube でも何でも結構なんでメッセージください。そしたら昼休みに飛んでいきますんで、あーむちゃくちゃうまかった、はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。お了承おーやつ、そしたら5時からの夜営業頑張りたいと思います。よいしょ。